皆さんこんにちは。今回もマリオカート、やっていきますよ。はい、スタートダッシュ決めるよ。うん？はい、ここ。うん？はい、スタート。今回のコースは、ツルツルツイスターですね。あんまり得意じゃないコースです。このコースって、やたら得意な人がぶっちぎり1位を取っているだけという印象があって、好きになれないんですよね。さて今回は、告知というか、そういう感じのことを喋っていきたいと思います。レッツゴーエビワラーが終わった後のことですね。ツイッターでも少し触れたんですが、レッツゴーエビワラーが終わった後は、ポケモン剣を、ミツハニーをスイッチ縛りでクリアしていきたいと思っています。ここ最近はぬるい縛りばっかりというか、見ている人も当然感じていることでもあるとは思うのですが、レッツゴーエビワラーは、エビワラーが強すぎてしんどかったので、もう少しこう、ひりつくようなことをしたいということで、ミツハニーオスと一緒に旅をしていきたいと思います。スピアーと似たような見た目をしているし、まあどうにかなるやろ。基本的に積むポイントに関してはデリバードプレゼント縛りの時と同じだろうと想定しているので、作業員の務むなりカブさんなりマクワなりキバナなりで、詰まるんじゃないかと思っています。一応デリバードよりも全体的に種族値が低く、デリバード以上に苦戦するように思われるかもしれませんが、私はそんなことはないと思っています。当然普通にやっていたら無理ゲーなので、教え技のダブルウィングを駆使してやっていくという感じですね。ダブルウィングはタイプ1で威力120、この火力は、デリバードの威力120プレゼントと同じ威力となっています。タバレ、何をピンポイントで当ててきとんねん。赤コーラ3連から、完全に流れが変わったわこれ。赤コーラの最後の一発とか、露骨に落ちるタイミングで打ってきやがってましたからね。そんなことされたら、ええ加減にせよこの悪いジコラー。前に投げるのは勝手やが、自分も被弾するような投げ方すんなっつーのマジで。ほんとどうにもならんなこのレース。とまあ、レッツゴーエビワラーが終わったら、ミツハニー縛りが上がりますよということです。最近動画編集に全く余裕がなくなっちゃってますが、お盆休みを利用して、多少余裕を持てる状態にはしたいと思っています。ダメだこや。全然いいところがないレースでしたね。というわけで、ご視聴ありがとうございました。